どうも、株価社長です。今回ですね、昨日なんですけども、インセクトディスカバリーの方にちょっとね、初めて出展させていただいたってことがございまして、もっとね、お声掛けね、YouTube 見てますってことであったり、Twitter でフォローしていただいている方々がね、結構ね、来ていただいたってこともありまして、本当、ありがとうございました。その中で、ヘラクレスオオカブト、ね、ヘラクレス族をね、今回いっぱいお持ちさせていただいてた中で、本当に初めてですね、ヘラクレスに触れるよってお子さんとかも結構来ていただいたりとかね、様々できたのが、本当ね、自分的にも参加してよかったなと思っているところでもございまして、本当ね、こういった昆虫のイベントって出るのがちょっと初めてだったんで、どうなるのかなってドキドキはしてたってことがあったんですけど、その中でですね、今回ね、皆さんにちょっと一個ね、最初にね、申し訳ないお話もしないといけないのが、当日ね、YouTube 撮る時間がね、自分の中でなかなか捻出できなかったってことがあったんですね。そこに関しましては、本当自分の中でも反省しないとかなってとか思ってたんですけど、それを撮る時間がなかなかないぐらい、本当ね、最初から最後までちょっとバタバタしたってこともありまして、本当はね、11時から開催って形のインセクトディスカバリーだったんですけど、20分前倒しで今回始まったってこともあって、一気にお客さんがね、ガバッと来たっていうのもね、ありました。今回ね、入り口付近の方にブースを構えさせていただいたので、入った瞬間で、ね、目に入ったって方も結構ね、多くいらっしゃったのかなってところがある反面と、あと後半戦になってくると、奥の方のフロアの方のお客さんの数がかなり多かったなってところを見てた上で、ちょっとね、入り口付近のブースのところのお客さんの数が少し少なかったというところも、まあ、ブースの場所ね、こうやって選べなかったりはするってこともあるので、そういった形で箱がね、ボンって大きくてワンフロアで終わるところもあれば、今回みたいに2フロアに分かれるとかいろいろあるんだなってこともですね、今まで参加者側にいたんですけど、それが出展者側になった時の目線っていうのも今回ね、見ることができたんじゃないかなってこともちょっと思っていたりもしてます。で、ヘラクレスオオカブトに関しまして、ヘラクレスプラス今回亜種っていうのをお持ちさせていただいてたってこともありまして、持って行ってたのがヘラクレスパスコアリとセプテントリオナリス、トニダデンシスとヘラクレスリッキーで4種類持って行かせていただいてて、ヘラクレスリッキーさんとかに関しましては、結構皆さんがね、どうしようどうしようって悩んでる方も来ていただいてたんですけど、最後ね、ヘラクレスリッキーさんね、お持ち帰りいただく方もね、出会うことができて本当にね、良かったなというところも思ってもおります。こういうね、形に関しましては結構一期一会だなと思っていたりもすることも多いので、まあ一点もんですしね、まあ、亡くなってしまったら申し訳ないですと話とかもね、しているお客さんもね、ちょっと様々いたなってところもあるんですけど、そういった意味で今回ですね、2種ですね、ちょっとまだ残ったってこともあった上でね、はい、このね、エクアトリアヌス君ってところにはなってくるんですけど、これね、次回ってお話はね、ちょっとさせていただきたいなと思ってるんですけど、このインセクトディスカバリーっていうのが年4回ちょっとあるってことで、今回4月から初めて参戦させていただいたってことがあったんですけど、今回ね、次回ってところでいくと7月になってしまうのがインセクトディスカバリーなんですね。ただそうだとなかなかこの生態がいるのかなとか、もろもろね、お客さんたち的にもあるのかなと思った中で、次回なんですけど、ブラックアウトというところの5月8日ですね、京セラドームの方で参加させていただくことがね、ちょっと決定もしております。で、こちらに関しましては、で、私野球もやってたりはするんですけど、その野球の方で見に行くであったり、設営とかですね、試合のファールボール警戒とか、そういったことで行く機会とかあったんですけど、そういったことではなく昆虫のもので出展するってことに関しましてはですね、今回初めてお伺いさせていただくってことにもなってきてます。このね、エクアトリアヌスもそうですけども、はい、こちらにね、ヘラクレスパスコアリっていうね、亜種とかもね、持っていきたいなってことも思ってもおりますし、プラスアルファですね、よいしょ、こちらね、はい、ヘラクレスっていうところもね、いたりもするので、インセクトディスカバリーって形のね、本当にカブクワの方に特化したイベントとはちょっと今回ね、ブラックアウトの方は違って、爬虫類とかもろもろもね、いるような形のイベントなので、どこまでね、昆虫ってところのね、カブクワの方にね、興味がある方来ていただけるかということはね、ちょっとね、私も初参戦なんでわからないんですけど、ただね、ブースとかね、京セラドームって形になってくるのでかなり大きいのかなってこともあるので、今回のインセクトディスカバリーの方でのカラーズさんの方ですね、ちょっとお話伺ってた際に、来られてる方っていうことの総人数ってことで言うと2000人を超えてるんじゃないかなってことを言ってもおられました。で、あのゴールデンウィーク初っ端の方で2000人以上の方ですね、
ちょっとブースの方とかね、いろんなところ回っていただいて、来ていただいたのが本当ね、すごかったなというふうに私も思ってもおります。そういったね、イベントってことにもですね、ちょっとね、数があれば私もね、どんどん出ていきたいなってことも思ってもおりますし、そういった直接ですね、 YouTube 見ていただいている方々の方とお話できることも非常にね、嬉しいなってことも私も思ってもいるんですね。そういった形のこういったなかなか亜種の方が結構ね、皆さんからお話しいただく機会が本当に多くて、パスカーリってこともそうでしたし、ヘラクレスリッキー君とかも今回うち持っていったのが145ぐらいのサイズだったんですけど、ヘラヘラよりもね、結構でかいサイズでのリッキー君って本当結構珍しかったってことのお声もね、いただいたりもしてました。で、リッキーさん結構悩まれてる方本当に多かったんですけど、最後ですね、ブリーダーさんに出会うことができて、そのリッキー君もね、お持ち帰りしていたことができたってこともあるので、今回ね、次の5月8日にお持ちできるね、アシュとか、まあヘラヘラ君とかもですね、どれぐらいの数いるのかってことをね、ちょっと私もね、採集しながら、さらにちょっとね、この5月8日のタイミングまでに行けるならば、まあ、仕入れってこともね、ちょっとしていきながらできればいいかなってこともちょっと思ってもおります。そういったことがね、できる限り満足していただけるような形でイベントって形での出展をね、私もしていきたいなってことも思ってもおりますので、そんなね、今こちらにいるエクアトリアルス君とかね、こんな褐色が綺麗なタイプとか、まあ、ヘラクレスっぽいようなこういった色味が好きな方もそうですし、今回ね、お話ししていた中で、結構アーチ状の方のね、ヘラクレスの、これ直線的にね、まっすぐってことになっているような方なんですけど、それよりもかなりね、アーチを描いているタイプの方が好きだって方とかね、ほんと様々ね、いらっしゃるなってことも思ったりもしました。で、ヘラクレスをね、今回初めて見るっていうお子さんたちとかもですね、本当に多くいらっしゃったってこともあったんで、そんなね、お話とかもね、数々できたことに関しましてはね、私もとても嬉しかったなっていうふうに思ってもおります。私もね、ちびっ子、小学校2年生の子がいるんですけど、初めてヘラクレスをね、買ったのが、もう2、3年前になるかな、ところからね、今ここのところでインセクトディスカバリーに出展するところまでちょっと来れたってことは、本当ね、感無量で嬉しいなってことも思ってもおります。こういったね、飼育方法であったりとか、ご紹介とかですね、そんなことも様々ね、今後もね、お伝えしていければかなと私も思ってもおりますんで、次が5月の8日。インセクトディスカバリーに続きまして、京セラドームの方でブラックアウトというね、イベントの方で私の方ね、出展させていただくって形でお伺いもしますんで、ね、大阪って形でね、ショップを構えることもある上で、地元の大阪の大阪ドームの方、まあ京セラドームにね、言い方今はなりますけども、ところでの出展ってことにもなります。今回ですね、ヘラクレスはね、ご購入できなかったけど、こちらの方ね、ブラックアウト出るってことを見たので、そちらの方でね、参加してヘラクレスの方購入しようかなっていうのを言っていただいている方もね、ツイッターとかもいらっしゃってましたんで、そちらとかいろいろ形でご満足いただける形でね、今回もお届けできればなっていうふうに私も思ってもおります。はい、それではですね、ガラガラ抽選会の振り返りをね、ちょっとやりてみたいなって私も思ってはいるんですけど、今度の5月の8日もですね、ガラガラ抽選会やる予定をしております。やるね、ラインナップって形をね、ちょっと載せても置くんですけども、このね、ラインナップの中で特賞ってものに関してがヘラクレスオオカブトってものでね、準備していこうとは思っております。結構ね、他の店舗さん見てて、結構サイズ小さめのヘラクレスをね、特賞とかね、1位にしてたことがあったんですけど、130オーバーのもので今回もね、ご準備したいなと思ってまして、今回ね、インセクトディスカバリーに関しての時は156と152っていうのを1等と特賞って形でご準備してたってことがありました。で、今回ね、1位と特賞どちらもね、取っていかれる方いらっしゃった中なんですが、ただこれちょっとね、個人的にも予想外の展開も起きまして、特賞っていうのがですね、めちゃくちゃ早く出たんですね。開始わずか1時間経たないぐらいのタイミングで特賞がポンと出てしまったってことが今回ありまして、まあ、当たりを入れてるんで当たり前なのかもしれないんですけど、こんなに早く出るのかってことがね、ちょっとありました。3等とか4等とか出る前に先にね、特賞の方が出てしまうってことがあったので、その中でご提供用としてね、持っていってたヘラクレスオオカブトっていうのがいたんですけども、このね、ヘラクレスオオカブトさんたちをですね、1ペアっていうのを、まあ、ご提供する用のやつをですね、特賞って形に据え置いた形でガラガラ抽選会継続させていただいたといった流れもありました。今回もですね、そんな反省もちょっと活かしながらですね、
ガラガラ抽選会、今度もね、やっていきたいなというふうに思っております。サイズはね、先ほど言った130以上のものしか、うちの店舗では今扱ってはいない状況にはなってはいるので、その辺のね、サイズ感のものを持っていければいいかなと思ってもおります。それとね、ガラガラ抽選で、リアルに500円で当てた方っていうのもいらっしゃいましたし、何回もしていただいた方もいろいろいらっしゃったんですけど、これは時の運かなというところもちょっとあるので、そういったチャンスもね、次の機会にぜひね、掴んでいただければいいかなと思っております。5月の8日ね、私も楽しみにしておりますんで、参加ね、目指される方に関しましては、ぜひ参加の方で、またね、お会いできればと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。それではですね、チャンネル登録ね、まだの方に関しましては、チャンネル登録していただきながらですね、次の5月8日のイベントの時でですね、どんなものがね、できるのかってこともね、お話またできればいいかなってこともね、今後ね、お伝えしていこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。またですね、いいねであったりコメントとかもいただければ、私たち制作意欲になりますし、励みになるでいただければとても嬉しいです。それではですね、引き続き動画の方、ご視聴の方、よろしくお願いいたします。それでは。